こんばんは、アマテラスヒロミンです。今日はヒロミンの乳がんの状態について話したいと思います。今の体調はというと、お昼ご飯を2時前に食べて12時間ぐらい経ちますが、お腹が満杯で苦しいという状態です。お腹は空いた気もするのですが、こうお腹が満腹みたいな感じです。この状態は約2週間前、今月の9月11日からこういう症状が出るようになりました。こう食欲あるので食べたい気持ちあるのですが、いつもより食べ物が入っていかず食べれなかったり、いつもの量食べれてもいつもよりかなり満腹になり、その後ずっとこうお腹が満腹でこう胸焼け状態みたいな感じになって苦しい状態がここ2週間続いていました。9月の1日より点滴の抗がん剤を始める予定でしたが、そのぐらいの時期に血尿がありましたので1日は点滴できませんでした。そして血尿が治ってからということで15日に延期になりました。15日にもまだ完全には血尿が治っておらず、ヘモグロビンの値も低かったので、次の週9月22日今日に延期となっていました。そして先週9月15日に病院に行った時に、こうお腹がいつも通り食べても満腹で苦しいし、いつもより食べれないということを話していました。そうしたら、今日はまず CT を取って、8月15日の CT と比べてみようということになりました。8月15日には左胸に腫瘍、これは触ってわかります、カチカチなので自覚症状がありましたが、あとは肝臓に黒いポチポチした転移がいくつか発見されました。その時と今日のCT を比べたのですが、今日は8月にあったポチポチした肝臓の黒いもの一つ一つが大きくなっていて、そのため肝臓自体が
すごくお腹の中で大きくなっていました。そのためこう肝臓がご飯の通り道をこう圧迫して苦しいのだと分かりました。そして先週元気なうちに緩和病となる病院に行ってみて、どこの病院がいいとか緩和ケアの準備を始めておいた方がいいということでしたので、先週緩和ケア病棟のある病院の一覧をもらっていました。なのでその中から通いやすい、そして行きたいなと思う病院がありましたので、今日そのことを伝えました。そしたら今日のうちにその病院に面談をする日程を組んでもらうことができました。特に私の場合の腫瘍の特徴として、こう一気にぐんぐん育つ傾向があります。右胸も、まあ、そうでした。令和2年の2月3日から治療を開始しましたが、その時には右胸は13センチの腫瘍が育っていました。そして後の転移としては骨と肝臓にありました。抗がん剤をして骨と肝臓の転移は消えました。なので胸も右胸の腫瘍もこう1センチぐらいまで小さくなったのですが、その後また少しずつ育ち始めました。それ以降は胸だけだったのです。胸の腫瘍だけの時はこうかなり大きくなって、1年ぐらい前からは皮膚の下にもあるけれども皮膚の外にも腫瘍があるという状態で、滲出液、出血、匂い、そして痛みも出てきていました。特に今年の3月以降は出血する量が増えて痛みも強くなってきました。なのでその症状を緩和するために放射線治療を受けました。そしたら右胸の巨大なブドウ状だった腫瘍はいなくなりました。おかげで右胸はこんなに変わるのかというぐらい普通の胸、皮膚はなかったのですが腫瘍が外にあったので、今は皮膚もできていてとても嬉しく感じています。そうしている間に7月ぐらい
7月中旬、ちょうど2ヶ月ぐらい前に左胸に、あ、なんか硬いなと思いました。そして左胸はぐんぐん腫瘍が育っていき、今は左胸の4分の3ほどがカチカチになっています。それと同時に肝臓に転移し、肝臓の腫瘍も育っていたようです。肝臓の機能もここ数週間で急激に悪化していました。なのでその数値から見ても、抗がん剤を始めるなら今日が最後の機会ということでした。今日もし抗がん剤を始めたとしても、肝臓の大部分が腫瘍になっていますので、正常細胞が少ない。それでもしこう副作用、抗がん剤が効くかもしれないけれども、副作用により余計悪化する、寿命が縮まる可能性もあるということでした。今日抗がん剤をするか、それともしないか、私はここ2週間の体調の変化を考えて抗がん剤をしないことを選びました。ここ2週間こうお腹苦しくて息をするのもちょっとぜいぜいなるみたいな感じの時もありましたので、この状態で抗がん剤をして、どの程度副作用が出るか分かりませんが、今よりもこう体調が悪くなって辛いのには耐えられないと思いましたので、抗がん剤はしませんと言いました。なのでこれからは痛みだったり もしかしてお腹に水が溜まったりとかすることもあるかもしれません。そうしたいろいろな症状を緩和して過ごしていくことになります。緩和病棟のある病院の面談は一番早く空いている日で10月4日に行くことになりました。今のこう体調としてはお腹が苦しかったり息がゼーハーだったり、あとは左胸がじんわり痛いくらいです。左胸の痛みは気にならない程度なので問題はないのですが、やはり今一番辛いのはお腹の満腹感というか苦しさです。
出血とありましたので、その時はこうガーゼを当てたり交換したり、そういうお世話は毎日ありました。痛みが出てからはカロナールで緩和できていた時もありますし、カロナールで緩和できなくなってからはロキソニンとトアラセットで痛みが緩和できていました。今みたいにご飯が思うように食べれないとか、食べれても苦しいとかいうのはなかったので、今の方が体調的には辛いです。胸だけの腫瘍だったので、私は恵まれていると思います。今は肝臓に腫瘍が大きくなってきていますので、今後いつどの程度の症状が出てくるか分かりませんが、痛いのも辛いのも嫌いなので、緩和しつつゆっくり過ごしていけたらいいなと思っています。この YouTube は生きていることの証として毎日配信することを決めて始めました。なのであと何日か、何週間か、何ヶ月か、何年か分かりませんが、毎日続けていこうと思っています。